新潮、皆さんこんにちは。今日はみんなの日本語第33課の会話練習をしていきましょう。私はもう日本語の勉強をしたくありません。どうしたらいいですか？私はもう日本語の勉強をしたくありません。どうしたらいいですか？日本へ行くために頑張ってください。日本へ行くために頑張ってください。私はもう宿題をする時間がないです。どうしたらいいですか？私はもう宿題をする時間がないです。どうしたらいいですか？あと10分ある。諦めないで。あと10分ある。諦めないで。これは何と読みますか？これは何と読みますか？予約席と読みます。予約席と読みます。本日休業はどういう意味ですか？本日休業はどういう意味ですか？今日は休みだという意味です。今日は休みだという意味です。あれはどういう意味ですか？あれはどういう意味ですか？左へ曲がるなという意味です。左へ曲がるなという意味です。これはどういう意味ですか？無料。これはどういう意味ですか？無料。お金を払わなくてもいいという意味です。お金を払わなくてもいいという意味です。これはどういう意味ですか？立ち入り禁止。これはどういう意味ですか？立ち入り禁止。入ってはいけないという意味です。入ってはいけないという意味です。あの漢字は何と読むんですか？あの漢字は何と読むんですか？喫煙です。タバコを吸ってもいいという意味です。喫煙です。タバコを吸ってもいいという意味です。あのベトナム語は何と読むんですか？
あのベトナム語は何と読むんですか？コンボイです。泳いではいけませんという意味です。コンボイです。泳いではいけませんという意味です。このマークはどういう意味ですか？このマークはどういう意味ですか？ここに車を止めてはいけないという意味です。ここに車を止めてはいけないという意味です。すみませんが、チュン先生にチャンさんが病気だと伝えていただけませんか？すみませんが、チュン先生にチャンさんが病気だと伝えていただけませんか？わかりました。すぐに伝えます。わかりました。すぐに伝えます。昨日、林先生は学生たちに何と言っていましたか？昨日、林先生は学生たちに何と言っていましたか？会話の試験は今週の金曜日だと言っていました。会話の試験は今週の金曜日だと言っていました。面接の時、社長さんは何と言っていましたか？面接の時、社長さんは何と言っていましたか？日本語頑張ってくださいと言っていました。日本語頑張ってくださいと言っていました。チュオンさんにこの会話の本は役に立ちましたと伝えていただけませんか？チュオンさんにこの会話の本は役に立ちましたと伝えていただけませんか？はい、わかりました。はい、わかりました。チャン先生に明日授業を休ませてください。と伝えていただけませんか？チャン先生に明日授業を休ませてくださいと伝えていただけませんか？いいえ、嫌です。チャン先生に怒られますから。いいえ、嫌です。チャン先生に怒られますから。ベトナムの図書館にはどんな規則がありますか？ベトナムの図書館にはどんな規則がありますか？静かにするという規則があります。静かにする
という規則があります。19時まであと何時間ですか？19時まであと何時間ですか？何時間？あと5時間です。あと5時間です。旧正月まであと何日ですか？旧正月まであと何日ですか？あと200日ぐらいです。あと200日くらいです。ベトナムで犬肉を食べました。私は罰金を払わなければなりませんか？ベトナムで犬肉を食べました。私は罰金を払わなければなりませんか？いいえ、払わなくていいです。おいしいですよ。いいえ、払わなくていいです。おいしいですよ。ベトナムで止めてはいけない場所にバイクを止めました。私は罰金を払わなければなりませんか？ベトナムで止めてはいけない場所にバイクを止めました。私は罰金を払わなければなりませんか？はい、50万ドンくらい払わなければなりません。はい、50万ドンくらい払わなければなりません。皆さん、お疲れ様でした。バイバーイ。